どうも皆さんこんにちは、ボクシングです。今回はですね、なんとアストロゲーミング様より再度、スポンサー提供いただきました。ありがとうございます。今回というか、僕がずっと使ってるヘッドホンはアストロさんの A40 っていうヘッドホンなんですが、このアンプを PC につないで、ヘッドホンをつないで聞いてるということで、まあ、今回ね、どのようなこのヘッドホンを使用して、メリットがあるのかっていうのを皆さんにお伝えできればいいなと思ってます。ちなみになんかついてんな、おい、なんだこれ、なんかついてんぞ。ずっとこちらのアンプなんですけども、もうつけたら超簡単。こっちがヘッドホンのところにヘッドホンのなんかコードつけて、でここ USB、 僕パソコンから経由なんでパソコンの USB、セットしてあるものを使って、ここを USB パソコンにつないで、そして、パソコンで使うときはここ3秒長押しすればもうすぐ、使いました。僕もう機械音痴なんだけどすぐ分かりました。もうこれはすごいね。まあ音もこういう風に変えられて素晴らしく音がいいですよ。はい。ちなみに俺これ2回目で一発目1回でミクロイしちゃってるんだよ。めってこと、なんかマイクの設定ができなくて無音だったらずっと。いくぞ。はい。はい、それではですね、まずはヘッドホンをしないでですね、一回プレイしようかなと思うんですが、なぜねヘッドホンをつけるのかっていうのは多分プレイしてたらわかると思います。そのね、音の重要性っていうのを日頃ね、ヘッドホンをしてない方っていうのにもヘッドホンの重要性を知ってもらいたいということで、今ヘッドホンを外して無音でやっております。何も聞こえません。二丁拳銃どこに置いてた、逃げた。これはですね、情報はもう見ることしかないですよ。見えてるものしか情報源がないんでかなり厳しい。うん、うわ、いる。わかんない、どこ行った、今下にいたよな、上か、どこ行った、こっちか、いた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 、ショットガン、オッケー、一人だ、怖い。どこにいるんだ、次の敵どこどこ、わからない、なんだこれ、すげえな、こっち怪しい、ゴー、こっちにいた、いるんか、本当にきついな、本当にきついな、これどこに敵がいるのか全くわかんねえ、なんかプレイするのマジですごい難しいな、これ入ってる、はい、はい、こっち行く、後ろに来てたか。さあ、ということで今回はヘッドホンをね、ついにつけてプレイをしていきたいと思います。レッツゴー。さあ、隣の家で木こりが聞こえるな、行こうか、行こう、ちょっと武器怖いけどショットガン持ってないでね。オッケー、ジジイ、オッケー、ジジイ、あぶねー、敵を発見、見て、オッケー、ジジイ、
フェイク。でもまだいるんだよな。ヘイジジー、あ、いるね、いますね。何やってんですかって感じなんですけども、キスしたいな、させてくれるかな。あれどこ行っちゃった、あ、いた、すぐで、うわ、やばい、やば。いやー、きてぇ、浮いた、チャンス。ということで、皆さんね、ヘッドホン使ってみてはいかがですか。下の概要欄にリンク貼っときますので、よかったらチェックしてみてください。ということで、皆さんご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。